くずまき車庫、JR バス、くずまき駅現在のくずまき駅、町の駅くずまき駅発行の回数乗車券、JR バス、東北くずまき車庫は、岩手県岩手郡くずまき町にある、JR バス東北2個営業所の車庫である。ここでは併設されている自動車駅である、くずまき駅についても触れる。停留所名は、くずまきである。現在、くずまき車庫に乗務員。 車両の配置はなく、白川号の一部瓶を、森岡支店の車両、乗務員で担当する他は2個営業者の乗務員、車両が担当している。岩手県岩手郡くず町と、同県に古郡一戸町を経由して、同県に古市を結ぶ。改正鉄道布設法別表第8号に規定する、岩手県省、鳥谷よりくずまを経て、幌の付近に、至りリル鉄道急落号付近より、 分岐してもう一に、イタリル鉄道の鉄道線、攻路線として開業した。くず巻東部は、くず巻町100円バスとして運行されている。くず巻駅陸中田城東部はね小津屋駅1個病院前から1個駅2個駅、岩手県岩手郡くず巻町を走る。改正鉄道不設法別表に規定する、岩手県省、鳥谷よりくず巻を経て、幌の付近に、 イタリル鉄道急落号付近より分岐してもう一にイタリル鉄道の鉄道線攻路線として開業した。現在は、葛巻町内輸送が主な使命となっているほか、祝日を除く毎週水曜日に、岩泉から岩泉町民バスがまぶち小学校前で接続し、葛巻病院までの利用者の足を確保している。そのため、土曜休日は全便が運休となる。 全区間くずまき町100円バスとして運行され、町が JR バス東北に運行業務を委託する形となっている。くずまき駅へかりは定位置会地、荒沢口ま淵小学校前から太平橋かつての路線運輸通信省国時第35号、官報1943年11月17日。ありがとうございます。